年配の退役兵があそこに住んでる。年で体にガタが来てるからちょっと心配だ。様子を見に行ってもらえると嬉しい。には強い足腰がある。ウェンデル・レドラーだ。大抵はレッドと呼ばれてるがね、見ず知らずの相手に頼むことじゃないんだが、ダッチからお前さんの評判を聞いてな。わしは仲間と共にベトナムで従軍した。ジャングルで見た光景、もしあんなことがこの田舎で起こることがあれば立ち上がろうと皆で誓ったんだ。いろいろと集めた銃、弾薬、装備、墓に入る日まで日常を守るという意味を込めて、それをフリーダムファンドというんだ。だがずっと昔の話だ。今はもうわししか残っとらん。装備は安全に保管されてる。仲間内で暗証番号を分けて持ち合ったんだ。それぞれライターの裏に刻んでな。10年前なら自分で探すところだが、今じゃもう何もできずに死んじまうだろう。わしらのライターを探してほしい。もし集めてきてくれたら、お前さんに金庫の中のものを譲ろう。クソったれのカルトなんぞにここを灰にさせてたまるか、クソったれめ。なんてこった。
まさにアメリカ人の心だ。この町に何が必要か分かるか。弾だ。本当のことだ。フォールズエンドの黄岩祭りは何十年も続く古い伝統だ。テスティフェスティは地域が一丸となって楽しめる貴重な祭りだ。カウボーイキャビアをドカ食いできる。みんなの士気を高めないといけない。ロッキーマウンテンオイスターを食べて笑顔にならないやつなんていないはずだ。ただ問題はカルトのせいで祭りが延期になってるってことだ。この俺が幸せの玉を出せなかったなんてお目を背負うわけにはいかない。絶対にやろう。だがまずはテスティフェスティの飾り付けを引っ張り出さないと。ケニーという若者が古い納屋に保管してくれてる。俺は準備を始める。お前は納屋から飾りを取ってきてくれ。ありがとな。この暗さじゃかだって私を見つけられない。こんなに面白いゲームやったことないぞ。仕事があるぞ。熟れた果物があるからクマが来るんだ。普段は捕獲してからより安全なところに放してるんだ。だがこのクマはカルトが蓄えてた祝福に入っちまったんだ。そのせいで凶暴になってる。捕獲は危険すぎる。狩るしかない。ペギーはバカだが根性だけはある。あんたは大勢を救ってくれた。ありがとう。奴らのことは分かってる。行動が決まってるのよ。次の新兵の一団を乗せたトラックはもう出発してるはず。奴らが正面ゲートをくぐるとき、ちょっとした歓迎パーティーを開いてやるのよ。ぶっ飛ばしてやれば、そのトラックは二度と使えなくなる。なんとしても奴らを逃がすわけにはいかない。準備しないと。信頼は勝ち取るもんだ。ただじゃやらんぞ。一人残らず助け出すんだ。俺はその
ないんだ。ここに来るといつも迷う。1975年7月18日、Thank you.
当たれば体がバラバラになるぞ。止まった。
ここでやってたことは許されないことだ。よアミゴ、早くだ。今は親父の家。悪党どもを倒しているのはもっと背が高いと思ってたぞ。選挙権は、まあいい。今必要なのはそういう手助けじゃない。本題に入ろうか。あそこで祈りを捧げてるろくでなしが見えるか。息子のハークジュニアだ。石炭入れよりも無口なやつでな、母親に似たんだろ。あいつは俺の選挙トラックのナンシーをなくした。もちろんその名はこの美しい国に仕えた最高のファーストレディーにちなんでいる。俺が資産管理もできないとオバマ派のリベラル連中に知られたら、上院議員の椅子は絶望的になっちまう。不法侵入されたのに殺さなかった。赤い血の流れるアメリカ人銃保有者として当然の権利を行使せずにな。つまりこれは貸しだ。ろくでなしと言ってトラックを取り戻せ。そうすれば選挙運動に集中できる。ジュニア、お前を助けに来た奴がいるぞ。しっかりやれよ。よアミゴ、早く。よアミゴ、早くだ。やりたくない。よアミゴ。その最初に謝っとくが、別に人の性別を決めてかかってるわけじゃない。悪気はないんだ。俺は仲間はみんな男だと思って話してる。割れ目があろうと棒があろうとな。驚いた。デジャブだ。俺たち前に会わなかったか。そうかな。あ、祈りが通じたんだ。天国に自画像を飾る猿の神様に通じたんだ。猿の王に仕える地上の天使ならもう知ってるよな。俺は親父のトラックを取り戻さないといけない。マジでブチ切れてるんだ。でも取り戻せたらまたベッドで寝させてくれる。言っておくが、外は本当に寒いんだからな。その上モリダニが股間まで湧いてくる。ライム病とかになりそうだ。頼む、親父のトラックを取り戻すのを手伝ってくれ。親父に撃たれる前に行こう。親父は最近唐辛子よりピリピリしてる。上院議員選挙のせいでイライラしてるんだ。親父には向いてないってのにな。便所にも行けないくらい忙しいんだぜ。来い、乗るんだ。この日が来るよう祈ってたんだ。猿の王にイエス様、バレンタインのちっこい天使みたいなやつにまで合図を送るように祈ってたんだ。そしたら来た。トラックを奪い返すのは簡単じゃねえぞ。なんたって今持ってるのはあのカルトだからな。ショッ
正直に言うと、俺がカルトに入ろうとしたのがそもそもの原因だ。いいアイデアだと思ったんだ。銃も食料も美人も揃ってる。俺はその3つがあれば他には何もいらねえ。奴らはまるでパーティーみたいだった。それで、よう、どこで入会できるんだって聞いたんだよ。そしたら、すぐに入れるって言われた。すぐにクソみたいなルールを並べ始めた。会員はなし、つまりセックスはダメって意味らしい。酒もハメを外すの。思い出した。背後から迫る。うちのじいさんが第二次世界大戦で外国の女にしたように。あの監視塔が見えるか？暴れてやろうぜ。またペギーが待ち構えてる。ジップラインを使おう。忍者みたいに静かに近づくんだ。
そよ風がまたを吹き抜ける。風おい、ハークズゲートに入るのか。契約してもらうぞ。エイリーどもが俺の邪魔をするならドカーン、別にロケットお見舞いだ。逃げる。クーラーボックスに爆弾が残ってないか見てくれ。あとビールがあったら俺にくれ。秘密を教えてやるよ。実は俺、自分のカルトを始めるんだ。お前は最初のハーキーだ。俺の信者をそう呼ぶ。お前と俺といとこのシャーキー、そして大勢の美女のカルトだ。酒を浴びてクールに決まるぞ。二つじゃないか。無事に取り戻したか。保安官、お前は約束を守ってくれた。考えてみたんだが、今回の選挙は俺一人では戦い抜けない。選挙事務長が必要だ。お前のような人物なら必ず俺を勝たせてくれるだろう。まずは手始めにジュニアをお前のカバン持ちにしろ。あいつめ、クソみたいな猿の王なんぞに祈りやがって。その後は、少し考えさせてくれ。また連絡する。
を装っている者がいる。おやおや、新しい選挙事務長じゃないか。我々の兄弟姉妹たちを殺害し、プロジェクトを危険にさらしている。この臆病者どもを放っておきはしない。すでに俺のハンターが向かっている。おやおや、逃げ場はない。新しい選挙事務長じゃないか。新しい仕事はあれ、選挙区割りというのは知ってるか。知らなくて当然だ。我々はアメリカの一般市民だからな。要は選挙区を調整する作戦らしい。とにかく選挙は近いんだ。なのにインテリどもは俺が負けると言っている。ペギーの票をもらえないからだ。イカれた真似をするカルトでも選挙権は持っているからな。さてインテリどもによれば、俺が勝つには過去に戻り、ペギーがカウントされないように区画を改めるしかないらしい。そこで俺は考えたんだ。そもそもペギーが投票に来なければ勝てるとな。まあその方法をとやかく言うつもりはない。お前は有能だからな。ただ一時的な問題でも根こそぎ取り除くのがベストだ。わかるな。もちろん殺人を頼んでるわけじゃない。違法だからな。今も厳密には違法だよな。ただし世界はヤバで壊れやすい。我々は真の強さを忘れた。かつて英雄とは神だった。今や神なき英雄ばかりだ。弱く脆弱で病んでいる。弱者が強者に指図することを許し、道を見失って打ちのめされる愚かだ。歴史は犠牲の上に成り立っている。群れの強さを保つための間引きだ。多数の命は少数の命より重いということをいつしか人は忘れた。そのツケが回ってきた。そして崩壊を前にした今、少数の命が多数より優先され、愚かな大国が大混乱に陥るとき、我々には備えがある。我々は群れを間引く。なすべきことをなすのだ。役割を
時間に気をつけろ。時間がないぞ。いいぞ、群れを間引き。イーラ、見つけた。行け。誰かこの音楽を止めてくれ。畜生、サリーだ。いつやられた。もういいだろ、みんな死んでる。いいから調べろ。なんでいつも僕ばっか。大変だ。生きてるぞ、ウォーカー。トラックボス。いえさ、マジかよ、ごめん。手を貸せ、ボス。以来この人、保安官がなんでここに。ジェイコブに気に入られたんだろう。お前を助けよう、ホワイトテイルがな。ウルフズ殿に連れてくの。そうだ、タミーが嫌がるよ。心配するな、大丈夫だ。ちょっと何考えてるのよ。まあ待て、ウィーティの同意も得てる。同意したの？いやいや、僕は中立の立場だって。バカげてるわ。どうしてこんな危険な真似をするの。じゃあどうすればよかったんだ。ほっとくのよ、タミー。あの部屋に監禁された人が最後にどうなるか知らないでしょ。私は見た。死なせるしかないわ。皆の信頼を失うぞ。今のは聞かなかった。この件は話し合うまでもない、必要な存在だ。いいな。ほら、やっぱりこうなった。出てけ。何もしてないのに。必要なんだ、お前が。少し休め。したようだな。あいつは世界中を巡ってきたが、してた物を。吹っ飛ばす方法以外はあまり学んでいないようだ。奴が猿に関係した悪巧みをするようなら、そのことは無視した方がいい。ウルフズ殿で水や光が手に入るのは僕の。元気か。友達がたくさん犠牲に。生きててよかったな。また連絡する、ダッチャ。いつもつまらない人とばかりだ。ああ、起きたか。来たな。こちらのフェリック、H5 近くで爆発音がしても心配しないで。ハークがロック。お前を探してたんだ、保安官。ダッチが褒めてたぞ。とにかく、話を済ませよ。いい兵士かどうかは一目でわかる。俺たちはもう満身創痍だ。明らかにな。このままだと一週間も持たないかもしれない。控えめに言っても絶望的だ。体制を立て直そうと観光案内所を破壊するためにメンバーを派遣したんだ。
カルトはあそこを祝福の貯蔵庫として使ってるからな。だが彼らは罠にはまってしまった。奴らに捕まり一刻を争う事態になってる。もしここで別の班を送り込めば全滅の可能性もある。そこでお前だ。お前の存在はカルトも想定してない。やれるのはお前しかいないんだ。保安官、信じて任せられるのはお前だけだ。頼りにしてる。静かに潜入してくれ。カルトに嗅ぎつけられたら仲間の命はない。必要ならテーブルの弓を使うといい。仲間を取り戻してくれ保安官。こう思い祈る。さっきは少し言い過ぎたわ。謝りはしないけど、あなたのことは認めるわ。私は他人を信用しない主義なだけよ。でもイーライはあなたのことを信用してた。だから私もそれに従う。あなたが役に立ってくれさえすれば、私たちうまくやっていけるわ。よく聞いて、ウィーティーが海賊放送を始めようとしてるの。イーライには自警団をまとめるためって言ってるけど、本当は自分の好きな音楽を流したいだけよ。仕方ないから手伝ってあげて。あの子は電波を飛ばせなくて困ってる。カルトが一帯をジャミングしてるせいよ。で、やり方だけど、2機の電波塔にそれぞれ妨害装置があって、道路を巡回する機動部隊が3つ目を持ってる。先に塔を何とかすれば電波が弱まって機動部隊を見つけられる。発見したら連絡するわ。僕じゃなくて、うまくやってくれれば信頼関係を築いていけるかもね。海での狩りこそ至高だ。頼むから僕の弾は飛ばさないでくれ。この戦いのためにホワイトテール自警団は何年も準備をしてきた。イーライがあちこちに物資を隠させたんだ。銃、弾薬、何でも準備はバッチリだ。ただこの状況じゃ物資はここで必要になる。バンカーに置き去りにしてたら意味ない。それにペギーどもに発見されるのだけは絶対に避けないと。だから物資を持ってきてくれると本当に助かる。ただ問題が一つ、物資のマップはここにないんだ。理由は聞かないでくれ。安全対策とかってやつだ。ジェファーソン監視塔の偵察がマップを持ってるはずだ。ここから西に行ったところにある。幸運を祈る。気をつけてな。イーライの人に見てたところを思い出すわ。ずっと昔のことみたい。懐かしい。よそ者は漆で結構。いや、よく来てる。今障害物だらけ。できれば別の道に進んで。昔は僕も少しずつだけど前進はしてるわね。今はこのざまだ。iPhone でペギーの主要チームに出くわした。倒したが BA が負傷した。応急処置のためペギーに戻る。まず覚えるべきは食べられる木の実の判別から。そうすること。これ以上誰かが死ぬのはごめんよ。こちらのメリック、スーパーキャビンで銃声が聞こえた。ただのハンターかもしれないけど、多分違う。
て大きな借りができたな。もう静かにして。感謝してるわ。頼む。ホワイトテールで仲間が2人捕まったの。助けないと。ホワイトテールが2人デビルズドロップから突き落とされる。監禁されてる。ジェイコブは裏数点を探してるんだ。ペギーに居場所がバレたら勝ち目はないが、彼らが口を割らないなら崖から突き落とされる。デビルズドロップはそこから南だ。急いでくれ。ジェイコブの言うことには耳を貸すなよ。素晴らしい働きだな、保安官。ジェイコブから山を取り戻せるぞ、きっとな。このところ、カルトの通信が騒がしい。ホワイトテールを見張るためにヘリコプターを呼んでる。油断せず上空に注意するんだ。何人かの良き仲間は失ったが、お前は力を尽くしてくれた。お前が仲間を救ってくれたおかげで士気もぐっと高まるだろう。参加する者も増えるかもしれない。やはり民の勘違いだったな。おめでとう。これでお前は仲間だ。時間が許すなら仕事はまだあるぞ。準備ができたらウルフズ殿に来てくれ。弱い者ほど自分を英雄だと
いい仕事をするにはそれ相応の道具。弱い者ほど自分を英雄だと思い込む。何の根拠もなしに英雄だと。だが誤りだ。ただの子供に過ぎない。少しいいか。ホワイトテイル自警団は兵士ではない、詐欺師だ。指導者のイーライは英雄ではない。また会えてよかった。彼らは強者ではない、弱者だ。彼らは駆られる側だ。仕事を頼みたい。グランドビューホテルを覚えてるか。お前を救出した場所だ。そこに戻ってくれ。ジェイコブがブリッグスというホワイトテイルをさらってお前にしたように洗脳しようとしてる。ブリッグスにウルフズ伝の情報を吐かせるためだ。あいつはお前ほど長くは持たないだろう。こちらの位置を測れたら終わりだ。だから急がなきゃならない。仲間を始末すればいいと考える者もいるが、保身のために味方を殺し始めたらジェイコブと変わらない。そうだ、あんな風にはならない。作戦はこうだ。ウィーティが洗脳解除プログラムを作ってくれた。お前に使ったのと同じものだ。ブリッグスの部屋で流れるテープとこれから渡すテープを入れ替えてくれ。その後は成り行きだ。全て順調にいったら仲間が帰ってくる。ダメならその時は対処するしかない。銃はあんたの親友だ。しっかり面倒見。
人狼を訓練できない。マウラー兄弟も喜ぶだろう。クマのチーズバーガーがどこに逃げたのか聞いて回るといいかもな。どうやらあのクマ、カルトを引っかき回してるらしいぞ。カルトを始末してるんだな。どんどんやってくれ。あら、どうも。銃声を聞いたか。エリオットの家からだ。見に行くぞ。ウェイドだ。ウェイドだ。ウェイドだ。ウルフズ電話すごいだろ。イーライが心血を注いだんだ。